カール・サセンラスは、オペレーティングシステムとコンピュータ言語の設計者。1985年、ミカウスのカーネルを開発し、パーソナルコンピュータにマルチタスクをもたらした。最近では、リーバル言語を設計し、リーバルテクノロジーズの CTO を務めている。1957年、カリフォルニア州で生まれた。父は、石油生成、生死。 大気汚染抑制システムを専門とする技術者で研究開発に従事していた。1960年代末頃、一家はサンフランシスコベイエリアから同じカリフォルニア州のユーレカという小さな町に引っ越した。彼は幼い頃から電子工学、アマチュア無線、写真、映画撮影などを趣味としていた。13歳の時、地元の PBS 系列のテレビ局キートで、 働くようになり、一年後には、クビッチで、撮影日誌になり、その後はディレクターになった。1980年、カリフォルニア大学デイビス校を卒業し、EECS の学士号を得た。大学では、特に、オペレーティングシステム、並列処理、プログラミング言語、神経生理学に興味を持つようになった。大学院のコンピュータ言語コースの教育助手と、神経科学及び、 行動生物学の研究助手を務めていた。オジのジュリアス・サセンラスは、同校の教育心理学部門のトップにおり、おばのエセル・サセンラスは、カリフォルニア・ナショナル・プライメイト・リサーチ・センターで初期の THC の研究を行った一人である。大学最後の年、サセンラスは、ヒューレット・パッカードのコンピュータシステム部門で、HP3000 用の OS であるマルチ。 プログラミングエグゼクティブのファイルシステム設計グループの一員として働いた。そこで彼はウ t キ q という制御言語のコンパイラの実装を行った。翌年には MPE4OS のカーネルチームの一員となり、その後、ハップカーネルグループに参加した。この頃、サセンラスは当時の OS の大変な複雑さを低減させることに興味を持ち、 マイクロカーネルの概念に独自にたどり着いた。彼はそれを HP に提案したが、会社側は無関心だった。1981年末から1982年初めにかけて、サセンラスは休暇を取り、アメリカ国立科学財団の大気物理研究に参加し、アムンゼンスコット基地を訪れた。休暇から戻ると、会社との新たな合意に達し、 分散コンピューティングにおける GUI と PRC などの独自研究を進めることになった。1982年後半、パロアルト研究所と MIT メディアラボの発表した新技術に触発され、サセンラスはマウスを使った現代的なウィンドウベースの GUI を開発する社内プロジェクトを立ち上げた。このプロビスプロジェクトは当時スタンフォード大学にいた。 アンディ・ベクトルシャイムから借用した3マイクロシステムズのワークステーション上で開発を行った。プロビスにはハイパーリンクや初期の分散コンピューティングの概念が活かされており、デモ動作までこぎつけ GUI の威力を示すことができた。また、サセンラスは HP 社内の各種言語プロジェクトにも参加し影響を受けた。1983年、サセンラスは シリコンバレーで設立されたばかりのアミーガコンピューター、インクに移った。OS 開発の責任者として、アミーガ向けの新しい OS の設計を任された。当時としては洗練された設計のコンピューターであったことから、サセンラスはマイクロカーネル設計のプリエンプティブマルチタスク OS を開発すると決めた。これは1983年当時のパーソナルコンピュータの OS としては、 画期的な設計だった。当時はシングルタスクの MS DOS やギ似マルチタスクの MacOS しかなかったのである。ミカウスはマイクロカーネルの実用化という意味でも初期の実装の一つであり、リアルタイムメッセージパッシングも基づき、エグゼックという中核部と動的にロードされるライブラリー群デバイスと呼ばれるオプションモジュールから構成されていた。この設計により、 ミカウスは1980年代のメモリ容量の少ないコンピュータ上で驚異的な拡張性と柔軟性を発揮した。サセンダスは後にこの設計に到達したのは多数のライブラリー群とグラフィックス、サウンド、GUI、フロッピーディスク、ファイルシステムなどのデバイス群をロムに収めようとする過程で必要に迫られたからだと述べている。動的モジュール構造であるため、 様々な追加モジュールが何年にもわたって開発されることになった。1985年にアミーガがリリースされると、サセンラスは大学時代から温めていた新しいプログラミング言語の設計を追求するため、同社を辞めた。1986年、サセンラスは Apple ンピューターのアドバンストテクノロジーグループで新世代 OS の開発に参加することになった。 彼が参加したのはアクエリアスと呼ばれるプロジェクトで、これは4プロセッサのマッキントッシュ公景機の開発プロジェクトであった。その頃 C という言語が新たに登場してきたが、サセンラスは他のアップルの研究者と同様、もっと純粋なオブジェクト思考実装であるスモールトックを好んだ。ATG ではアラン・系やビル・アドキンソンといった大物と共に働き、 サセンラスは様々な知識やコンピュータ言語感といったものを吸収していった。1988年、サセンラスはシリコンバレーを離れ、サンフランシスコの北にある床やバレー山中に移った。そこで彼は、ポントレイ、アメリカンマルチメディア、ビデオストリームといったマルチメディア系企業を設立した。また、アミーイガ向けにロゴ言語を実装したり、 コマドを CDTV の OS 開発を指揮した。CDTV は CD-ROM を装備した初期のセットトップボックスである。1996年 Java、Python といったプログラミング言語の開発と成長を見てきたサセンラスは独自のプログラミング言語の開発を決断した。その結果がリーバルである。サセンラスはリーバルが 万人向けでないことを認めている。多くの点で他の言語とは違うため、リーバルユーザーにはそれまでにプログラミングについて知っていたことをすべて忘れた方が良いと示唆している。1998年、サセンラスはリーバルテクノロジーズを創設した。その後、リーバルの開発を続け、リーバル、ビュー、リーバル、コマンド、リーバル、SDK、リーバル、iOS といった。 派生製品を開発した。現在、リーバル V3.0 を開発中である、カリフォルニア州ユカ在住。ブドウを栽培し、趣味として自前でワインを作っている。また、ユカ地区のテレビ放送中継を行っている、非営利組織でボランティアとして活動している。アマチュア無線、ビデオ制作、漁師電磁力学、ボートなどを趣味としている。 ありがとうございます。